辻本清美、生卵を投げつけられる。6日に立憲民主党の辻本さんが事務所に生卵を投げつけられたと明らかにいたしました。同じ日に NHK 党の外線車が落書きされるという被害も確認されておりますが、今回の参院選、残念ながら複数の犯罪行為が確認されてしまっておりますので、警察にはしっかりと捜査を行っていただき、犯人を速やかに検挙していただくよう、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。